我が家のキャンピングトレーラーはカシータティーグローブ仕様です。この可愛い丸い形を見た時に一目惚れしてしまいました。大きさは長さ16フィートモデルで約5メートルの長さがありますが、牽引免許はなくても普通免許で大丈夫なモデルです。細かなご紹介は後日別の動画でできればと思っています。今回は簡単に内部だけを見ていただきたいと思います。中はこんな感じでして、一番奥が4人掛けのテーブル席になっています。この中には食器類が入っていて、その下は冷蔵庫になっています。シンクの下には、ゴミ箱スペースを作ってみたりしています。と FF ヒーターがあって、ベンチレーションがついていて、換気ができたり温度調節ができたりします。とこちらの扉を開けると、トイレのスペースですね。トイレは水洗になっています。で、小さいですけど洗面ウォールとシャワーがついています。で、ここでシャワーを浴びることができます。で、この天井にも換気扇がついています。一番奥は、テーブルを畳むと、セミダブルぐらいの大きさのベッドになります。
すみなさい。おはようございます。よく寝た？うん、よく寝たね。もうちょっと食べてみて。何が出てくる？
チャンネル登録よろしくお願いします。もしよかったらグッドボタンも押してください。以上リータンでした。じゃあねー。